赤コーナーはチームドラゴン、ずらりと赤コーナーに揃いました。22歳伊沢奈美と、青コーナーが16歳です、まだ16歳、朝日太陽。さて中村さん、はい、2人目の朝日やってまいりました。1人目は素晴らしい戦い見せましたね。そうですね、最初に出たのがあの兄弟の方のお兄さんの朝日弘孝選手で、はい、こちらがあの弟の太陽選手なんですけど、はい、やっぱりあれですね、やっぱ朝日選手は兄弟ともこう体型的にすごく特徴があるというか、はい、手足が長くてこうスラッとして顔もちっちゃくてっていう、あ、はい、まあ、これもやっぱ武器になってますよね、うん、先ほどのあの、朝日選手、弘孝選手の試合見てもそうですけど、はいはい、さあそれに対しての伊沢です。表情もほとんど変えません。目線の強さがまた印象的だったのが青コーナーの朝日。さあ第1ラウンドスタートです。じりじりとにじり寄る赤いグローブ伊沢に対して左の蹴り、後ろ回転回し蹴り、ともに空手が土台にあります。左中段上段、朝日さらに右左の蹴り散らしていきます。小比類選手早いですね。はい、この蹴り鋭いですし威力も相当ありそうです。伊沢選手は距離が近づいてからの攻撃が得意なんで、はい、ただ朝日選手はリーチがあるので、はい、そこの距離感どう戦うかですね。そうですね、これも前蹴りから一気に突きへ、うん、左中段ミドルキックから両手で掴んでの攻撃はいけません。それでも今も右のパンチ顔面に叩き込んでいったのは伊沢の方です。ホールディング口頭注意。さあしかし小比類巻選手もう出だしから行くぞというのはこちら太陽の方も同じなんですね。朝日兄弟、そうですね、間合いに入った瞬間の手数がいいですよね。そのクイックネス、集中攻撃、それに対して中村さん、やっぱり伊沢の方はローキックですよね。そうですね、まあ、逆にこう距離がちょっと詰まった時の方が伊沢選手ローを蹴りやすいと思うんで、はい、そこはまあ伊沢選手やっぱりクレバーなんで狙っていくと思うんですよね。ただ朝日選手もさっき伊沢選手のローにすぐパンチ合わせてたんで、はい、その辺はまあしっかり準備をしてきてるなっていうのはまあ序盤の攻防でちょっと感じましたね。もう対策も十分ということなんでしょうね。朝日太陽 K1 甲子園では中村さん、平本蓮と対戦したんですね。そうですね、まあ、優勝した平本選手と1回戦で当たってしまって、まあそこまあ負けてしまったんですけど、はい、まあ、その後その先ほど紹介あった J ネットワークという大会のトーナメントも優勝してますし、うん、はい、まあ、間違いなくこう潜在能力というかポテンシャルは高い選手だと思いますね。いや、これがよくわかります。連打連打という青いグローブの朝日太陽、それに対してローキックどれだけぶち込めるかというのが伊沢、膝もいい、片手で押さえて、これですね中村さん、かかとを相手の膝周り、ももに当て込んでいく蹴り。ああ、ホールディング2回目なのでともに警告が与えられています。これは重ねて注意しなければいけません。とにかく落ち着いているという印象の伊沢、それに対して好戦的な朝日です。ガードを下げないでという赤コーナーの指示を伊沢が聞いています。そして引っ掛けるようなローキック。2人の攻撃が小比類巻選手どれだけ効いているのかなというのはどうですか、どんな風に見えているんですか。そうですね、まあ、お互いまだ効かせてるっていうものはないんですけど、朝井沙選手やっぱり三日月も上手だし、はい、うん、あとは攻め中に入った時の手数、はい、うん、そこはやっぱりお兄さんと一緒で出ますよね。なかなか減りませんよね、うん、いい形で連打、しかし軸足を払う。さあセコンドアウトの声がすでにかかっております。後楽園ホール、ラウンド2、第2ラウンドです。やはりグローブを高く顔の周りを守るようにしますチームドラゴンの伊沢奈美と、ここまでオープニングマッチも合わせてチームドラゴン5連勝中です。中村さん、まだ今夜上昇軍団負けがありませんね。そうですね、おお、それでも長い蹴りパンチ、全てが長い。まあでも伊沢選手あれですか、逆にこう打たせてブロックしてローを返そうとしてるんじゃないですかね、やはりそれ一つありますか、は
そうなってくると伊沢の小比類巻選手も22歳にして老快さという言葉似合うファイトありますよね。そうですね。おお、あ、これはバックスピンキックがローブローとなってしまいました。またどのあたりこのラウンドからですね、小比類巻選手は注目されているんですか。あ、伊沢選手があの、まあ、ラウンド重ねるごとに足を効かせてくる、はい、でまあ、この1ラウンド目はそんなにローを効かせられなかったんですけど、はい、まあ、2ラウンド目に距離詰めてどんどん出ていくんだろうなっていう予想がされるんですけど、まあ、朝日選手あの距離を取りながら リズムを取りながらそこをどううまく攻略していくか、はい、うん、そこを今見てますね。そうですか。これ何かお気づきの点があったらその都度ぜひ教えてください、はいはい、ローブローはありましたが続行です。再開、前蹴りからパンチ、自分から入りますね朝日さん。とにかく中村さんもこのアグレッシブなところがいいですね、はい、そうですね。やっぱりあの大外という時のこのパンチの左右のまとめっていうのは迫力ありますよね、はい、いやこれ見る者の心をつかむファイト朝日さん道場勢が見せています。しかし巧みさで伊沢、またプロのキャリアもこれが20戦目という節目の伊沢です。おめぐり、さらに腹部へ、顔面へ、ガードがあってもなくてもという蹴り、朝日さん一貫しています。あ、でもこうやって近くなってきたところ、そうですね、あの距離、はい、伊沢選手得意ですよね、これですよね。そこが何か分かれ目になるような気がしてなりません。こういうところのこの削り合いで伊沢選手いつも削り勝つんですよね。そうでしたね。中村さん、東馬戦も延長判定でしたしね、はい、そうですね。やっぱりこういう近い距離 あの細かいパンチとの膝の打ち合いにはやっぱ強いって自信があるんじゃないですかね、伊沢選手。2014年それもあって中国での英雄伝説、世界王座獲得、伊沢です。片手で抑えての攻防、しかし前蹴りまだ顔面に届きます。これも左で一発、さらに右、オフリーマク選手、あの前蹴りも相当入ってますけどね。そうですね、長いリーチからの顔面、中間、それでも右ミドル、バチンという音は伊沢の蹴り、ボディへの拳もあります。蹴り足を捉えてはいけません、これは注意しなければいけません。朝日さん、長い腕、長い足、その両方を生かしての青いグローブ、朝日さん太陽、55キログラムファイトなんですが、軽量では 53.9 キログラム。中村さん、だいぶその朝日さん道場勢はみんなアンダー、そうですね、ウエイトは、まあ、まだ初めてっていうのもあったと思うんですけど、今はーっと一つ息を吐いた赤コーナー、伊沢奈美と世界王者です。ラスアンダー55キログラムファイト、最終第3ラウンド、左の蹴りから、ここも青いグローブ、福岡からやってきた朝日さん太陽、自分から攻撃を始めていきます。まあ、あの伊沢選手はこのクラッシュの55キロでもやっぱりこのタイトルっていうのを今年は狙っていくと思いますし、はい、そうなればやっぱりこう初めて出るこう朝日さん選手、まあ、やっぱりしっかり倒して勝ちたいでしょうね。そうですね、もうこれいわゆる門番的な役割もなさなければいけないわけです、赤いグローブの伊沢。さあ両手で掴んでホールディング注意は両者に対してです。両者に対してホールディング注意、やはりあれは気をつけなければいけません。肘も使ってブロッキング、伊沢。それでも小比類巻選手、これ手数減りませんね、朝日さん。常に自分のペース、自分のリズムを崩さないようにされてますね。また自分の攻撃ペースを掴んでいさえすればそれほど疲れないなんていう風な話も。ああ、うまい、倒れたところに顔面へ蹴りを放ってしまいました、朝日さんです。首相撲は禁止だからね、首相撲、これ豊永実レフェリーから首相撲はいけないという注意、また一つあります。中村さん、それがなくても十分という気もしますよね。そうですね、まあ、やっぱ普段の練習という部分でちょっと一瞬こう崩すというのが出てしまったなとは思うんですけどね、
いやしかしどちらがどれだけダメージがあるのかというのは小比類巻選手もこれ気になって仕方ないんですけれども、はい、まあ、あの伊沢選手がローキック出せて行ってる最中で、はい、明らかにまあ嫌がってるのはもちろん、はい、見えますよね、はい、ただそれを的絞らせてないですよね。絞らせるところか自分の前蹴りとか、はい、自分の手数とかを出していますよね。ここも両腕を開くようにします。突き放しました。青いグローブ朝日さん左、はい、ちょっと効いたかな。それでもローキックこれですね、はい、ここから伊沢ワールド伊沢流全開。右でも左でも足の甲でもすねでもかかとでも全てで当て込んでダメージを与えるローキックです。中村さんいやらしいですね。そうですね、これが伊沢です。あ、まあ、伊沢選手の戦い方ってこうなんかいい意味で相手をこうなんか無視しますよね。無視する、はい、自分でやりたいことだけやるみたいな、ね、おさらに右のかぶせるパンチどんどん小比類巻選手これ朝日さんの光を伊沢が消していくかのような攻撃あります。そうですね、近いところのかかとがすごい効くんですよね。かかと、はい、うん、やはり硬い部分ですよね。そうですね、今も左足を上げて防御していました朝日さんですが、その左足、右足カットされても幅を動くかと伊沢、それでも左中段朝日さん。いやでも伊沢選手やっぱりいつも効かせるんでね、倒すところに持ってきたいですよね、はい、また左の腕も前に出してよく使うんですが、朝日さんの拳もまだ死なない、まだまだ打ち込む左のフック、接近戦、接戦、伊沢の膝、左の拳は朝日さん、ここで3ラウンドまで終了です。涙という声に振り向いて赤コーナーに戻ってきました伊沢。さあ中村さん、これは興味深い展開ありましたね。そうですね、やっぱり試合が後半になるにつれて伊沢選手のローキックが効いたかなと思う場面もあったんですけど、やっぱそこで朝日選手もこう踏ん張って、はい、またパンチを返すような展開が最後も続いたんで、はい、本当にお互いのお気持ちがぶつかり合って、まだなんですか、どっちかをこう圧倒的にこう制するような試合ではまでにはいかなかったですよね、はい、いやでもそれだけの熱戦、判定は勝本29対29ドロードロージャッジ芹沢29対29ドロー、2人目も同様29ドロー、三者とも29対29ということで延長戦に突入いたします。55kg ファイト、左の蹴りから福岡朝日さん対応、対して世界王者です、右の赤いグローブ伊沢のみとローキック。小比類巻選手のお話通り、やはり己が己を通そうとします。伊沢はロー、攻撃の回転力では朝日さん、朝日選手キレがなくなりましたね。ちょっと気になりますか、キレがないですね、キレがない、だいぶ踏ん張りが効かなくなってきたか、前蹴りが届くんですが、もうそれでも距離を潰してというのが伊沢、セコンドからゴーという声、赤コーナーです。チームドラゴン、ここまでオープニング1試合、第4試合までを終えて全勝です。片足立ちになる時間も少し増えてきた朝日さん、川村さんちょっと今思わずあーという声聞こえました。そうですね、まあ、本当右のローをカットさせて今度は逆の左蹴ったりとか、伊沢選手のローのキックを散らしてもいいですよね。そういうことですね、低めの攻撃、これも伊沢の方も相当食らっている、左のパンチもそうなんですが、見えづらいローキックをどこをどう当ててくるのか判断もしづらい蹴りです。小比類巻選手、朝日さん我慢ですね。そうですね、もう相手の手数でも弱まるしかないですよね。やはり手数なんですが、ちょっとそのキレがなくなっているという青いグローブ、伊沢のパンチ、ローキックとパンチが交錯します。何度も何度も
しかしここで中村さん、伊沢の方はさらにまたいかに相手の嫌がる攻撃ができるかですね。そうですね、ちょっとあの林選手の反撃もこう前蹴りで、まあ、距離取るぐらいになってきたんで、はい、まあ、ちょっとっ手数は減ってますよね、本戦と比べると。これは戦っている伊沢が一番察知するでしょうね、はい、頭が下がると、お膝もある、右の膝、強い眼差し、その目線も少し変わってまいりました。朝日さん片手で押さえての攻撃、膝、ボディへの膝、ボフリーバク選手の足への攻撃だけではなくなりましたね。そうですね、多彩な技出しますね、何かダメージの見えないひょうひょうとした人柄、そのままのファイトスタイル。膝はでもローキック、膝はやっぱり強力、膝、右も左も全て当て込んでいきます伊沢です。朝日さん、さらに残り10秒盛り返すことができるか、拳で伊沢ローキックで、ここでエクストララウンドも終了です。判定入ります。笑顔がこぼれた朝日さん、表情を変えなかった伊沢、それぞれのコーナーに戻っていきます。もう小比類巻選手、はい、という声、いや朝日選手の、まあ、16歳気持ちが強いですね、はい、強いですね、非常に強いですね。これ頼もしいですけれども、はい、何かそれを変則的に断ち切るかのような伊沢、22歳、赤伊沢、青朝日さん、さあ延長戦の判定です。10対9、赤伊沢、伊沢ジャッジするのは10対9、赤伊沢、勝者伊沢のみと、前回の東馬戦に続いての延長判定勝利、粘り勝ちです。伊沢成田。